俳優松方弘樹といえばヤクザ映画時代劇を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。松方弘樹は俳優として活躍してきた一方で、1985年にはバラエティ番組天才たけしの元気が出るテレビではそれまでのイメージを覆し、冗談好きで笑い上手な一面を見せ、以後バラエティ番組にも顔を出すようになる。たけしは京都で超一流のステーキ屋に連れてってくれた時は驚いたよ。なんと5人で食いに行って、その勘定が2000万円だぜ。いくら高い店だって飯だけ食ってたら100万円もいかないからね。ロマネコンティのヴィンテージものだか1本数百万円するようなやつを10本近く飲んじゃったんだ。それを松方さんがパーンと一人で払っちゃうんだからね、と語った。